こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま東京の竹芝に来ております。今回は東京の島小笠原諸島に小笠原運航の定期船小笠原丸に乗って向かいたいと思います。今小笠原諸島に行くためには PCR 検査が必要で、前日までに提出していたんですが、陰性証明としてリストバンドをもらいました。そしていよいよ小笠原丸に乗船です。小笠原諸島は東京都の島ですが、南へ約1000キロ、交通手段は船のみで、定期船小笠原丸は基本的に週1便しか運航しておらず、一度行ったら6日間帰ってこれないというなかなかハードな観光地なのです。そして一度も大陸と陸続きになったことがないため、独自の生態系が進化し、東洋のガラパゴスと呼ばれている小笠原諸島、私たちが変な外来種を持ち込まないために徹底もされていました。4階の乗船口から入ってきまして、私が予約した部屋は5階。マッチョな船員さんがキャリーバッグを運んでくれました。早速お部屋に向かいます。今回私が取ったのは特に等身大というお部屋。相部屋にはなりますが、一番安い雑魚寝の2棟和室よりはプライバシーが守られる気がします。部屋の定員は11名。レディースルームなので女性しかいませんでした。そして24時間過ごすことになるベッドはこちら。隣の人との距離が想像以上に近かったので、誰も来ないことを願いつつ来てしまったというのは嘘で、今回は母親と二人旅なのです。アンドロイドの母です。改めましてお部屋の紹介。狭いですがハンガーや小物棚、テレビもついていました。私は167センチですが、足も伸ばせ、それほど閉塞感も感じませんでした。そしてカーテンを閉めると個室のようになり、よりプライベート感が増しますね。部屋の外にはキャリーバッグを置くスペースや、スリッパ、イヤホンの用意、ゴミ箱も設置されています。ということで、特に等身大の紹介でした。そろそろ船が出航の時間なので、外のデッキに見に行きたいと思います。エレベーターで7階へ。出航時間間際には乗客の皆さんがぞろぞろとデッキへ出てきました。小笠原丸を見送る人たちがこんなにも。そして船がゆっくりと動き出しました。今から24時間約1000キロを進む船の旅の始まりです。発進してからすぐにレインボーブリッジが見えてきます。やはりライトアップされていたら綺麗ですが、昼間だと鉄骨っていう感じですね。
見たら東京って都会やん。すごいね、ビルが。海から見る東京はある意味新鮮で、眺めるだけでも楽しいですよね。とはいえ少し冷えてきたので船内に戻ります。船内にはレストランや軽食が食べられる展望ラウンジ、ショップドルフィンという売店もありました。ショップドルフィンには小笠原のお土産や雑誌、お菓子やカップ麺、おつまみなどが置いてありました。値段は陸とそんなに変わらないです。レストランやラウンジには人がたくさんいたので、昼食は簡単にカップ麺で済ませることにします。途中、放送があって私だけデッキに出てみると、現在海ほたるの近くを通過中とのこと。車を持たない私にとって海ほたるは憧れの地なのです。もうすでに暇になってしまったので持ってきた文庫本を読みます。出発してから3時間ほどは東京湾を進むため、たまに電波が入ることがありますが、すぐに途切れて使い物になりません。なので、ネット環境不要な暇つぶしが必須です。船は外洋を走っていきます。途中、強風のせいでデッキが封鎖されていました。ずっとベッドにいるのも暇なので展望ラウンジに来ました。照明が青くておしゃれな感じもしますが、すでにお酒を飲んでる方が多くて泥酔してる人もいて、治安はまあまあ悪かったです。私は名物小笠原丸の船内で焼いたアップルパイにソフトクリーム添えを注文しました。美味しかったです。ラウンジの椅子は揺れ防止のためにチェーンで固定されていました。そしてこの頃には電波は完全に遮断。治安が悪かったラウンジに結局2時間ほど滞在し、夕日を見て戻りました。そして母と合流。夕食を取りにレストラン父島にやってきました。和洋折衷、メニューもかなり種類があるので迷います。私は国産地鶏のガーリックチキンにしました。ニンニクもりもりです。アンドロイドの母はオムライス。たとえニンニクを食べたとして、小笠原諸島に私の知り合いはいないので臭くたって構わない。もし迷惑を被るとしても母だけだと、そういう気分で食べてます。普通にチキンも柔らかく美味しかったです。食事を終えてロビーで船の進路を確認すると、残り 672km、 さすがに遠いです。母はもう暇すぎてここで新聞を読破すると言っていたので、私はもう一度ラウンジに戻って食後の晩酌をすることにします。ラウンジには先ほどと同じく泥酔した方もいましたが、
ネット環境のない中、24時間の船旅、飲まなきゃやってられんという気持ちはすごくわかります。もうこの頃になると、特にお腹が空いていないのに暇だから食べる、そんな恐ろしい思考になっていました。というわけで、そろそろ寝る準備をします。暇すぎて風呂入ってくるわ、うん、母に先を越されたのですが、後追いで私もお風呂に。大浴場のような立派なものはなく、簡易シャワーのみです。揺れる中でのシャワーは大変ですが、サンライズよりは揺れなかったです。寒ければ貸し毛布、シーツ貸してもらえるそうです。お母さんおやすみ。時刻は朝5時、日の出を見るために早起きしました。すると、もうデッキに集まっている人たちが。何も遮るものがない中、どんな朝日が見れるのかと思いきや、この日は超曇りでした。そして海もまあまあ荒れています。二度寝をして8時を過ぎたら、船は残り 100km。 揺れる船の中、やっと希望が見えてきました。というわけで、レストラン父島で朝食をとります。朝は洋定食と和定食のみ。朝はパン派の母に洋定食を譲り、取れ高的に私は和定食にしてみました。朝は特製卵かけご飯。鮭も、もしかしたら島で獲れた鮭かもしれませんが、とても美味しかったです。そして一日の始まりとして、コーヒー派の私たちはラウンジでコーヒーを。そろそろ到着というところで、デッキに出てみました。都会から離れてるんだけど、そしていよいよ小笠原諸島の父島二見港に到着です。約30の島々で構成されている小笠原諸島ですが、一般の人が住むことができ、また自由に観光できる島は父島と母島の2島のみ。父島にある二見港は本土と小笠原を結ぶ交通の拠点なのです。下船は順番に行われるのですが、部屋のグレードが高い人たちから先に降りていきました。庶民の私たちはそれを眺めるしかできません。そしていよいよ私たちの番。24時間の長旅からようやく解放されたという喜びをかみしめます。ください。ありがとうございます。
小笠原丸での24時間の長い船旅はまだまだプロローグ。これから小笠原の旅が始まります。というわけで今回も動画見てくださりありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。